こんにちは、イナフフィルムの井上です。今回はですね、パナソニック S1H を見ていこうかなと思います。まあ、ちょっとだいぶ発売からあの間が経ったカメラなんで、なんで今更っていうのもあるんですけど、まあ、先日 S5 っていうのが発売されたっていうのもあり、まあ、それのちょっと比較対象としても見ていければいいかなというふうに思ってます。じゃあ基本スペックから見ていきましょう。まずこのカメラはフルフレームのカメラになってます。で、マウントはパナソニック、ライカ、それからシグマが参加している L マウントのカメラです。収録自体は SD カードスロットが2つあって、ここに収録していくという感じになっています。まあ、収録できるファイルに関してはかなり幅広いものが揃っています。一番大きいのは、まあ、6K の収録ができるようになっていて、 4K の場合はフルフレームだと基本的には 30p までで、最大 400Mbps の 422 の 10bit オールイントラで収録ができるようになっています。ね、60p を撮ろうと思うと、このセンサーをフルフレームとして使うんじゃなくて、スーパー 35mm モードで使うと 60p まで撮れるようになっています。で、まあ、もちろんログも撮れるようになっていて、パナソニックの Vlog が入っています。まあ、これは S5 も同じですね。接続端子はマイクイヤホンが刺さるのはもちろんのこと、 HDMI がフルサイズの大きい HDMI が刺さるようになっています。さらにこう特徴で言うと、このバリアングルモニターがもうこの S1H だけの特殊な仕様になっていて、このバリアングルモニターを横に倒した時でもケーブルに干渉しないような作りになっていたり、名作モニターシステムだと思います。他のカメラにもどんどんこれ投入してほしいなと思ってるぐらい僕はこれは気に入ってます。じゃあ次に重さを見ていきましょう。これまでも出てきてるんであれですけど、重さは 1052g になっていて、ミラーレスの形をしている中だとかなり重い方なんですけど、シネマカメラと比べると軽いというような立ち位置になっています。なのでこれはなんか他と比べて重いとか軽いとかいうカメラではないような気は僕はしています。はい、次にお値段いきましょう。値段で言うとパナソニック S1H は61万円ぐらいになっていて、同じように、まあ、ミラーレスとしては非常に高いですが、シネマカメラとして考えると安いということでしょうね。C70 と似たようなこうカテゴリーのところに入ってくるかなと思います。じゃあ次は電池の持ちですね。これまでパナソニック S5 と富士フィルム XT4 のテストをしました。でそれぞれが2時間9分と1時間48分という結果だったんですけど、今回 S1H はどうだったのかちょっと見てみましょう。まあ、S1H は30分とかの制限がないカメラなので、そしたらもうずっとそのまま撮り続けられるカメラになっています。で結果はですね、なんと2時間10分という結果になりました。だからまあ S5 よりも1分長いという感じで、まあ、この辺はまあ電池使ってる電池の劣化度とかもあるので、かなり誤差はあると思ってほしいんですけど、今回テストした結果だと、まあ、S5 と S1H は同じぐらいの電池の持ちをしたという認識でいいかなと思います。 S1H と S5 って使ってる電池のサイズが全然違って、 S1H の方がだいぶでかいので、 S5 の効率の良さが際立つなという結果になりました。じゃあ次、手ブレ補正いきましょう。このカメラは手ブレ補正機構が、いわゆるセンサーが動く手ブレ補正が内蔵されているカメラです。なのでまあこのいわゆるまあミニシネマカメラと言ってもいいようなスペックで、こうセンサーが動く手ブレ補正が入っている唯一のカメラになってくるかなというふうに思います。じゃあ次、オートフォーカスですね。オートフォーカスに関しては、まあ、S5 の方がいいかなと思いました。でこれはまあ多分 S5 が新しいこうアルゴリズムを搭載してるからなんだと思うんですけど、今後こう S1H のファームウェアアップデートで S1H とかに反映されるようなので、まあ、そうするとほぼ S5 と同等のオートフォーカス性能になってくるのかなというふうに思います。はい、というような感じが S1H のまあクイックなレビューになります。このカメラ非常にこう持った感じも質感が良くて、非常にグリップも持ちやすくて、個人的にはなんかこう非常に持った時の安心感というか、どこに行っても安心して撮れるみたいな感覚はすごいあるカメラだなと思いました。まあ、S5 との価格差はだいぶあるんですけど、でまあそれ以上に 6K が撮りたいとか、まあ、ちゃんとこう堅牢性、ドラビリティを重視したいっていう方にとっては、今でもかなり選択肢としてありなカメラなのかなというふうに思います。まあ、今後多分このクラスで言うと、前回紹介した C70、 これから出てくるソニーの FX6、まあ、もしくは値段で言うとレッドのコモドあたりとぶつかってくるラインになると思うので、ここはかなり個性の違うカメラが出てくるカテゴリーになると思うので、もう皆さんの多分撮影スタイルによって選んでいくという形になるのかなと思います。ぜひ皆さんも一回見てみてください。ではありがとうございました。